はい、どうもおはようございます。船団がこれから出ていく時間ですかね、今日は月曜日、10月28日6時16分です。アングラさんは僕の上流側ちょっと遠いところに1名、下流側に2名、雨が降ってるんですけど、アングラさんは月曜日の朝の雨でもちょっといらっしゃいますね。で、今日はですなんとブルーブルーの富山さんですね、富山翔平さんが、来てまして、一緒にちょっと釣りを しましょうということで一緒にやらせてもらってます。まあ、あまりねこう堅苦しくなんか企画を決めてとかそういう感じではなくて、お互いに横に立ってこうトップウォーターの釣りをできたらなということで、気軽にね軽い気持ちで、やりましょうということでやっております。やっておりますじゃなくてやらせていただいております。それでもちょっと払いたくなるなのですまあしょうがない、水温測ってなかったのと、ちょっと潮がかっ飛んで、かっ飛ぶまでいかないけどちょっと早いかなって感じなんで、まあ最近僕の中で調子いいジャークベイトと、あとは今日はせっかく富山さんとねやるんで、大好きなガチペン167を自分で塗っちゃったバージョンで行こうと思います。風は2、3メーターベース、時折 4、5メーターふわーって吹くかなっていう感じです。ちょっと吉野家来ちゃう前に濁り方見ましょうか。あー、そんなにひどくないですね。多分同じか 10% 薄まったか同じぐらいかな。特別激変はなさそうな感じです。はい、よろしくお願いします。今日のタックルは、メガバスバルキリーの VKC711XH4 XH のパワーの竿ですね。危ねえ危ねえ危ねえ、落とし穴、水温がどうだろう。昨日も20度、今日も20度、ほとんど変わらず、まあ、ある意味安定していてローライトで、この後8時ぐらいまでやるんですけど、まあその間ずっと降ったり曇ったりって感じだと思います。いや結構風がやっぱありますね。ガチペンだったらダイビングペン系とかなので逆にやりやすいかもしれないですね。富山くんはちょっとフォースガイルとか新しいトップウォーターをちょっとテストするって、ね、おっしゃってました。はい、8番160でいきます。だんだん僕の鼻水が常にじゅるじゅる言う時期になってきましたけども、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっと上の方がいいかな。フックも新しく今変えました。見てみたらちょっと錆びかけてたので新しいフックにね変えて、 BKK のフック、あぶねあぶね、書いてあります、シルバーの、お願いします。素軸なんで多分強いので安心してファイトできますね。このぐらい強いファイトどっちでも BU3 号巻いてあります。 BU3 号でリーダーが40ポンドナイロンです。さあ1投目、やっぱりアップに上げないとすぐにがっつりダウンに持ってかれちゃいますね。ベイトは今のところ手前にキラキラっとボラっぽいのもあんまり見えてないですかね。昨日の方がまだいたかな。あ、どうだろう。あのね、結構手前のラインをボラがいて、ちょっと10メートルぐらい沖にキラキラっとね、最近ベイトが走るとか泳ぐことがあって、まあ、沖、その沖さえもボラだったりする時もあるし、たまにいなっこじゃな、あ、いた、ちっちゃいベイト、いなっこじゃなくてサッパっぽいのとか、この白っぽいようなのがいる時もあるんですよね。
だからこれずっとベイトもねそこにいてくれてるわけじゃないから、この時間帯はもしかしたらワンドの中の方がいるかもしれないし、エドワーの河口の方に行っちゃってるかもしれないし、がっつり浦安側に寄ってるかもしれないし、そもそもここにから消えちゃってもっと上行っちゃってるかもしれないしっていう、だから来てみないとねわからないですね、毎日その場所の状況は。ちょっと流れ早いんで、逆にワンドの中の方が流れがより太いいいのかなって気はしないでもない。ああ、ベイトいるわ。思っきりアップで手前の、ザーラついてる部分を狙っていきます。弱って流されてくるボラ、結構高速ジャークで、あのジャークベイトで反応を得られたことがあったんで、高速ジャークとかもいいと思うんですけど、あの乗らないですよね。出るけど乗らないっていう、いいサイズが2回も出たんですけど、どっちも乗らなくて、めちゃくちゃ悔しい思いで、延長したいけどもうバイト行かなきゃいけない時間に限ってちょっとテンション上がってくるみたいな。うん、すごい速いな。絶対できないホールじゃないですけどね。まあこの前なら全然大丈夫か。うん、雨がちょっと強まったりしてるんで様子見ながらですけど、どっちかが釣れたらいいなって感じです。はい、下流側で頑張って投げてます。というのは見えないか、木の陰にちょうど見えないから。はい、そんな感じです。ちょっとこの後も一緒に頑張っていけたらなと思います。はい、ちょっと明日明後日の僕の休みもちょっと天気悪そうなんで微妙なんですけども、体調を崩さないように頑張ろうと思います。はい、ではまた明日もよろしくお願いします。この後も何かしらの映像が出せるように頑張りたいと思います。はい、失礼いたします。はい、お疲れ様です。2時間弱ぐらい今ね2人で頑張ったんですけど、まあ状況はまあなんか一見良さげなんですけどね、ちょっとなかなか魚の反応は得られなかったんですけども、今日は富山さんはずっとフォースガイル、フォースガイルですよね。それもそんな真っ黄色売ってないですよね。マットチャートなんでちょっと売ってないですよね。いろいろやってます。なんかプレゼントとかでもないですもんね。普通にテストで作っただけですか。そうですね。まあ、これいろいろ塗ってもらったやつなんで。うん、まあ、今後マットチャート出たらいいですよね。そうなんですよ、ガチペンでも出してほしいんですけど、ガチペンは昔プレゼントの現地だったんですよ。ありましたよね、はい、僕もそれで釣ったんで見やすいしいいかなと思ったら、ね、高切れしちゃって、どっか高切れしました。それは悲しい。だからあれはね普通に買えないやつだから貴重なんですよね。トップ系は、ね、見やすいから欲しいですよね。見やすいですし、ちょっとこうやって潜ってても見えるんで、見やすいですもんね、はい、うん、いやーちょっとね、僕はフォースガイルだけです。どじゃあサビいてる方が多いんですか、あのただ巻きが多いですか、ミックスですか。ミックスですね。ミックスで、うん、ジャークショートジャークと、あとまあサビクロングジャークを、はいはい、余ったりあとストップでただ巻きしたり、うん、ショートジャークだとたまにこう水面にパオッとか出てくるんで、うん、これがまたいいんですよね。はいはい、プカッと浮いてくるやつ。そうそう、はいはい、でロングジャークはもう大きなやつでワイドで、うんうん、この水をそれでカメラを押してくれるんで、うん、よりハイアピールに。でもよく聞くのが、まあジャークとかそのサビいたやつでプカでもいいけど、タダ巻きでもやっぱ釣れてる人結構聞くんで、現場で全然いますよね、はい、これだから逆にこういうカフェなら流しても釣れますからね、うん、ちゃんとカチンって重心移動を効かせて投げれば結構飛びますもんね、はい、はい、まあ、これ僕的めちゃくちゃ万能ペンシルなんですよ、はい、何でもできちゃいます。
いやでもこうね、今日せっかく朝一緒にやりましょうってなって、雨でも多分僕ちょっと雨だったら来ないかなと思ったんですけど、来てくれたから大変ですよね、しっかりと遠くから。もう全然全然、長尾さんの動画見て連れてるの見ちゃったら来ちゃいますよ。いや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 。ありがたいですよ、情報というか状況を把握できるので。キュエドだけですけど、キュエドの情報はもう長尾さんに行こうっていうよね。あって鵜もいるから、まあ今でもね、稲っこしか食ってないんですよ。ああ稲っこね、めっちゃいるんですよね。この城とかサッパが来てくれたらですよね。やっぱこの時期ね、どうしても稲っこよりかこの城をやっぱ白く好んで食べるんでね、うん、はいはい、この城入ってくるとまたガラッとありますよね、うん、こんな雨の水温高いですもんね。まだ今日20度でしたね。あ、20度ありました。はい、雨降っても20度ですよ。うん、ちょっとでもこの雨でなんか少し変わってくれたらいいですけどね。そんなのちょっと期待してますね、はい、今週ちょっと天候悪いんで、うん、これ降るとね、秋絶対にちょっと秋めいてくれれば、はいはい、秋めくというか冬ですよね、冬。そうですね、毎年秋ないです。本当に変な秋爆がなくなっちゃったからような、短いような、うん、マッシュバックみたいな感じで。いやいや、でもまた懲りずに一緒にやってください、はい、ちょっとね、ま、もうちょっと天気がいい時にとか、ね、頭詰めとか言い詰めとか、それはそれでまた釣りしましょう。はい、こうやって雨の中でも頑張ってルアーを使ってね、釣るっていうのもなかなか大変ですけど、まあ、楽しいことをしてるんで、それをね、楽しいことを仕事にできてるんで最高ですよね。そうですね、はい、はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。